ありがとうございます。大丈夫、大丈夫。いや、そこがもうなんか、ほんとなんか、共感、個性的っていうか。まあ、いろんなのいるからな。いろんなのさてさて、皆様、こんばんは。今日は5月の19日、土曜日、ボギーチャンネル、私、はい、ゲルケル大佐こと、ボギーテドコンでございます。なんとか監督に似てるという噂もありますけど、どうですか皆さん、怪しいですかね。本人は全然怪しいとも思ってないんですけど、これキラリと光るサングラスがすごいいい感じでございます。ホワイトさんこんばんは、エイキさんこんばんは、ラプタさん、カイちゃんさんこんばんは、カイちゃんさん、特納にラチありがとうございます。クジラさん、ノリゾウさん、月さんに、チェリーブラッサムさん、カータンさん、ネコさん、セイラさん、イチゴさん、ベルさんこんばんは、はい、素敵なニラちゃんもありがとうございます。南大阪さんところ11度、ここは27度ぐらいあるんじゃないですか。暑いです、もうエアコンないとやってられない。あ、モンドさんどうもニラタマありがとうございます。キャロリさんこんばんは、こさき店長、はい、小杉さんこんばんは、こハイルウサギさん、ニラちゃんありがとうございます。虹色さん、ラブさんどうもこんばんは、こラブさん、ニラちゃんありがとうございます。はい、沖縄サンゴハートさんこんばんは、こでございます。はい、小春さんどうも今日もよろしくお願いします。虹色さんとキャロルさんから特納ニラちゃん、小春さんが素敵なハートが届いております。今日も張り切っていろいろお話をしていきたいと思います。はい、サングラス怪しいですよね。怪しいですか、やっぱりかなり怪しいっていう感じで、まあ後でもしかすると私よりもっと怪しいやつが一瞬3分ぐらい出るかもしれないので、その時はぜひ遊んでやっていただきたいと思います。はい、ということで今日も早速とんでもない話題の方に行ってみたいと思うんですけど、今日実は、菅官房長官が沖縄に入りまして、辺野古の方々とお会いしております。まあ、誰と会ったかということまで私はいちいち感知してはおりませんけど、何を話したかっていうのは意外と知ってたりしますよ。はい、違法テントの方々本当に大変なことになると思います。シェリーさんこんばんは、こはい、くれないんだってヒロさん、必ずその方向に行っちゃいますね。はい、いやー、まあ、小杉さん地道に行けばいいんですよ。はい、だって冗談バラエティではないですからね。バラエティかましたのは本人だけだったりして、はい、全然バラエティではございません。まあ、菅官房長官、日本のいわゆる影の総理、それが辺野古に来て、辺野古の実力者のあの方とあの方とあの方と、はい、あとあの方あの方と会ってるということでございまして、かなりディープな込み入ったお話が出ております。はい、ただ一つ言えるのは、辺野古の無法者たちすごい居心地が悪くなるだろうっていうことでございます。まあ、なぜかと言いますと、まあ、今日のね、今日のですよ、そういった会合で多分これ出されてると思うんですよ皆さん。これ何かと言いますと、はい、これは実はバス会社のお客様各位という、ね、お知らせでございまして、系統77番、第二瀬受け第二辺野古間における那覇向け一部ダイヤの迂回運行のお知らせということでございまして、あ、石川さんどうもこんばんは、こでございます。ニラもありがとうございます。はい、新満さんこんばんは、30年5月21日より当面の間、系統77番名護東線の那覇向け一部ダイヤを迂回運行するため、下記の通り名護バスターミナル発ダイヤは下記バス停を通過できなくなりますと、はい、下記バス停を通過できないというふうに書いております。いやー、これすごいですね。はい、通過できない
バス停、これにものの見事に、なんと第2ゲート、これはあの辺野古の下のバス停ですね。そして第2辺野古、これ上のバス停なんですよ。はい、迂回はなぜなんですかって小杉さんからの質問。いわゆる活動家が出没をして、あのバスが通れなくなるっていうことで、はい、バスターミナル8時55分発11時半14時半、ちょうどあの工事車両が搬入される時間帯に合わせた時間帯、ちょうどあの第二辺野古、第二ゲートと第二辺野古はだいたい9時16分18分11時51分12時前ですね。それから3時、つまりあのちょうど、この時間帯工事車両が入る時間帯なんです。その間なんと辺野古の人たちバスに乗れない。はい、サンゴハートさんが500人妨害工作会って書いてますけど、その結果5時間もやっぱり閉じ込められたバス会社の方で結局対策を打っております。ですからこの時間帯のバスは間引きされてしまって通らないということに、まあ、なっているんですよね。はい、いや本当にもう哀れというか、なんというか、お前たちのためにやってるんだと言っておきながら、結局は地元のね、この交通の足を奪う平和運動、皆さんどうお考えでしょうかね。はい、まさに500人の迷惑集会、セイラさんおっしゃる通りでございます。まあさて、本当にこういった中でね、偽善者ずらやってる人たちがようこんなまたテレビ出るんですよ。この方、ね、トラックの前に飛び出してね、もう汚いことばり雑言飛ばしてる活動家の赤嶺さん、静かな空を返せっていうね、極左の街宣車を運転してたりするバリバリの活動家、それがこうしてテレビに堂々と出られる、すごいですね。テレビが見えなくなる、食器がガタガタ動く、窓ガラスがガタゴトすると言ってますけど、この男にね、トラックを止められて、2時間も3時間もじゃあ止められてる人たちどうなるんだっていうこと、自分たちの、そうでこの間捕まってるんですよ。捕まってるけどこうして堂々とテレビに出られるのが沖縄のメディア、おかしいじゃないですか。自分のね、受けてる被害をこのように言って大きく報道しますけど、この人がね、工事業者とか一般車両に与えてる、被害は一切報道されません。昔は弁当屋だったんですけど、今やってない、そうですね、やってないけど生活できてるそうですよ。はい、私いろいろ知ってますけど、ちょっと言えないこともあるんで、はい。でこの方は普段どんなことしてるかっていうと、まあこんな感じ、呆れて物が言えない、平日からこんなことをしてね、こんなことをして生活できるんですよ。皆さんどうです、平日からこんなことをして生きていけるっていうこの状況、私はちょっと理解に苦しみます。そしてこういった連中がね、大体掲げてるのがこういったのを掲げています。辺野古の海は絶対に渡さないと、まあ、こんな連中っていうといわゆるよそ者ですよ。辺野古の住民でも何でもない方々がね、押しかけてね、お前たちのためにやってあげてるんだ、辺野古の海は絶対に渡せねえというふうに会期限を上げてる。そして地元の、ね、道路を大渋滞させ、ダムには放尿し、はい、トイレはね、使い放題、トイレットロールまで持って帰って、食堂では食事もせずにトイレだけを使うと、地元の商工会、会長曰く、彼らは地元でコーラ1本も買わない、残していくのはゴミと糞尿だけだということでありまして、全くね、迷惑集団そのまんま。だから先日私は彼らの前で演説した時にはっきり言いました。特に県外の方来てたんで、あなた方はここに来てここにいる人たちと話をすることで辺野古に寄り添った気持ちになってるかもしれない、しかしここには辺野古の人は一人もいないですよ、本当に辺野古の、ね、方々に寄り添うんだったら、ここから5分で行ける公民館に
区長がいますんで、そこに行ってお話したらどうですか、青年会の若者と話をしたらどうですかと。あ、小杉さんどうもありがとうございます。私の動画も流れていたんですかね。はい、私はもうどっちかというと冷静に静かにとつとつと喋ります。雅子さんみたいに熱い喋り方ちょっとできないんですよ。はい、まあそれにとつとつとお話をさせていただきましたけど、届いたんかなと。でこんなこともやってますよ。もうね、この左翼っていうのはなんでこんなにレベルが低いのか。あ、どうもホワイトさんありがとうございます。私のスピーチいかがでした。はい、一応もう静かに語りかけるように喋ったつもりですよ。そう、英吉さん、カータンさん、暇人幼稚、その通り、ね、こうして自国のトップをですよ、このようにね、笑いもんにして、ゲートに立って、これで辺野古の海を守ってるつもりなんです。 RSVP さん、だから左翼にしかなれない。本当にね、これも私思うんですけど、もともとはこの辺野古の方に滑走路建設を阻止するためにやってたと思うんですよ。ところがね、ところがですよ、彼らはその阻止するための活動そのものが目的になっている。はい、あ、小杉さんどうもありがとうございます。もう本当にこういうお言葉、本当に褒め言葉ですね。つまり、目的と手段が完全に入れ違ったっていうことになっているんじゃないかというね、私思っております。そしてどん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 幼児化してる。もうやることなすこと、まるで半島の人間みたいなね、本当にもう感情論でしかできないのことを平気でやってるっていうのがあまりにも嘆かわしいと言うんですかね。はい、まあそういった感じで、もうこれを見るだけで虫唾が走ります。もうこいつら何をしたいんだろうと。つまり自分たちが何かやってる俺たちって反体制かっこいいんじゃねえというふうにね、やる。そうですね、半島でよく江戸さんやってますよね。パククネのお面とかかぶってやってましたけど、そうですね、まあお達者、デイサービスですか。はい、もう本当に情けない。いや、もうこれはもうどうしようもないです。まあ年を取れば子供に帰ると言いますけど、誰がこんなことを考えてるんですかね。はい、今日もサンゴハートさんいろいろ見てきたらしいんですけど、まあサンゴハートさん現場で見てるとおままごと、本当にこの季節阻止の行動をする、その行動そのものが目的か、もう行動することが目的になってる。結果なんてどうでもいいんです。どうせ彼ら止められると思ってない。だから辺野古の中に物件や土地を買って将来の爆音訴訟に備えています。はい、安倍ビンタカブチャもひどかったですね。さて今日はですね、ちょっと素敵なゲストがいますんで、だいたい5分から10分ぐらい独演会させようと思いますんで、ちょっとご紹介したい、ご紹介しましょうね。皆さんちょっと待ってくださいね。さあカメラをちょっと変えますよ。さて、はい、ではこちらから。いや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 、そんな5分も10分もってことはちょっとないんですけど、いや、いろいろ、ね、すいません、先週ちょっと出れなくて、はい、すいません。いや、怪しい格好してきたんで、はい、はい、怪しまれる格好してきたんで、いや、また大石さん来るんですかね、大石さんも。もう来るんじゃないですか。毎回毎回却下させてもらってます。はい。どうぞこれを持ってこの辺でこんな感じで喋るといいんだかな。辺野古ね、はい、いやもう、まあ、最近ちょっと情報ちょっと調査がなかなか進まなくて、はい。
怪しい格好。ね、こうやってね、まあ、止めるって横で笑ってばっかりいるし、笑ってばっかりいるし、いやもう本当に本当にね、まあ、同じことばっかり言うなよ。地元のためにって言うんだったらやっぱり地元の人が前面に出て、まあそういう組織ぐるみの運動とかも地元の人がトップに中心にいるべきはずだけど、いるのは市外とか県外とか京都から来た北なんちゃらさんとか、あとハングル文字とかもあったりして、いや休んでからタカさんのストレス、タカさん大丈夫かな、大丈夫かな、はい、タカさんね、いや笑ってばっかりですよ、結果っていうか、いやボディーさん笑ってばっかりです、はい、ダメだ、もう咳が出そう、あのね客手が好きな、いやもうオフィスさんのはいつも却下させてもらってます、いつも却下させてもらってます、はい、いやもう毛玉の、まあ本当にあの人たち人間なのかなと、北下田さん、あ、はいはいはい、いやもう本当の悪、いや彼らこそがもうね、反対のことこそが本当の悪かなと思いますね、はい、電波くるくるダメだこれ、タカさん見てますかね、タカさん見てるかな、いやもうちょっと先週今週ちょっと出れんくて出れなくて、タカさんもう相当ストレスでも参ってないかなって思うんですけど、キャッカ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 、おいしさんにどじついのってキャッカ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 っていいですか、またどじついのが来たらキャッカさせてもらいますんで、はい、よろしくお願いします、もう終わりか、いやいや喋りたいこといっぱいあるだろうね、最近の西もいろいろ見たらなんかいろいろ煽ってるっていうか、もう辺野古基金とかのそういうのをなんか よく載せてるような感じもするんですけどね、辺野古基金、皆さん見えてますか、見えてますか、見えてますか、皆さんすいません、切れたしって復活しました、なんとか、そうなんですよ、電波はおっさんをちょっと却下しまくったせいかもしれないです、すいません、ちょっと苦情はちょっとおっさんの方にお願いいただけますか、すいません、お願いします、動いてますか、よかったよかったよかった、一応は見えてるみたいに、石川さん見えてますか、いや切ったというか切られたというか、だってシェリーさんこんなおかしいのないでしょ、
彼に変わった途端電波がくるくるですよ。どうすんですかこれ。ありえんですよ絶対に。OK で。あ、よかった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 。スターオーラがすごい。なんだろうこれ、回電波っていうのかこれ。いや、お前もしかして電波男なのか。いや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 、昔電車男っていうのがあったけど、お前電波男だろお前。いやいやいや、電波男って、電波男だよお前。なんかなんかなんか電波男ってなんかまたニックネームになっちゃうんですか。電波男って。はい、あと持ってますね。いや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 、電波男。いや、何なんですかね。スペシャルよし、もう電波男が違う。まあね、ダメだ、なんか飲まないとやってられん、これも。ずっとね、なんかさっきからボディさんがキラ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 すごい笑いっぱなしで。はい、だってカータンさん、普通彼に変わった途端電波くるくるなんて普通ないでしょこれ。ね、西賀の続きって最近なんか、最近ね、県民投票やるかやらない、やりたいって言ってる人たちをなんか取り上げて聞いてるんですけど、うん、相変わらず、あ、水分補給できてますか。もう相変わらずね、後出しじゃんけんというか、もう勝つまでじゃんけんするぞっていうかね、往生際が悪いっていうか、うん、とにかくもうネタに、なんかもう打つ手がなくなったら県民投票と来るのかっていうふうに思いますね。県民投票、辺野古の、そうそうそう、辺野古移設を問う県民投票って言ってるんですけど、な、あの人たちね、これまでの選挙で我々のオール沖縄の民意がとかいろいろ言ってたんですけど、あ、電子タバコのバッテリーも切れちゃいましたか。お前の電波ってすごいんだな。いや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 、ゆきとさんのところに飛んでるんだな。そう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 。なんで今かっていうのも、まあなんで今やるのかって言ったら、もうまあ尾長知事のお尻を叩くためっていうか、尾長知事を応援しようっていうパフォーマンスなのかなっていうふうには見えますね。はい、まだ、いや、もうすごいすごい笑ってます。はい、まあこうやってやるんですけど、じゃあそもそも県民投票って言ってるけど、じゃあそのコストは誰が負担するの、やるんだったらやるっていう人たちが基金なり何なり募って、自分たちの賛同者だけでやればいいんじゃないかなと思うんですけどね。どうやらもう基地反対って言ってる人たちの中にも、いや県民投票はやらない方がいいっていう意見もあって、なかなか
一筋縄ではいかないんじゃないかなと思うんですけど、さて一筋縄でいかない中どうやってスムーズに県民投票をやっていくのか、そもそもまあそれなりの投票数得られるのかなっていうのもちょっとこれから見ていきたいのか、あそもそもやる、そもそも県民投票なんて実行できるのかっていうところもちょっと見ていきたいなって思ってますね。まあそもそも法的な拘束力ないですから、まあやるんだったら自分なんかで金出して投票ごっこやればって思いますけどね。はい、はい、いやもう久しぶりに出たんでなんかちょっとペースがつかめるかどうかなってのはあったんですけど、なんかいやで怪しい電波は走った覚えがないです。はい、いやまだボディさん、うん、笑ってます。はいはい、ということでいや本当に参ったなこれは。いや皆さん映ってます？マジ。もうヒロさんもこれ以上笑わさんでくださいよ。いや本当にね、なんで今までいい調子で流れたのになんでっていう感じ。やっぱり持ってる男は違うんですかね。はい、ガラさんどうもニラタバありがとうございます。もうこんなして中断なのにまた70名の方々が、まあ、見ていただいてるって本当にありがたいですね。まあ彼は彼で一生懸命考えて喋る。いや本当にケンネコさんどうもありがとうございます。今日久方ぶりに、まあ、ラジオの方2週連続ちょっとお休みしてるもんですから、今日はちょっとゲリラライブということでちょっと出てみないかということでお声掛けをさしたんですけど、よもや本人が電波出すなんて全然思ってなくて普通止まらないですよヒロさん。いやこれユキトさんこれねシェリーさんも言ってましたけど何か持ってるとしか思えない。精一杯もう本当に皆さんと HK のやり取り聞いてる間ずっともう涙が出るぐらい笑っててですね、もう本当にこの熱いホットティーでも流し込まないとやってられねえっていう感じでございました。まあ今日はこのような形でちょっとはい、HK 仮面さんに喋ってもらいましたけど、案の定やはり放送事故ですね。また放送事故ということで、せっかく喋ろうと思ってたことも全部笑って忘れてしまったという私でございます。まあたまにはこういったのもいいかなと思うんですが、ただ、今日見てる反対派の皆さんには、辺野古をね辺野古の人たちのために辺野古に寄り添おうと言って結局やってることは地域に迷惑をかけている、それをねぜひ自覚をしていただいて、特にこれから辺野古に行く県外の皆さんはテントにいる人たちと会ってですよ、その人たちから耳障りのいい話を聞いて辺野古の人たちに寄り添ってる気分になっちゃ困る。
本当に辺野古の人たちのためにと思ってるんだったら、商工会の、ね、元会長さんとか、この辺野古区の区長さんとか、あと先いやもう今日は皆さんすいません、キレ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 でございまして、でもね、さっきまで私が自分で独演会してる時にはすごい順調にできてたんですけど、なぜか彼に変わった途端に画面右側にくるくる回るもんが出まして、ブツッと切れてしまうという、いや本当に持ってる男は違いますね。はい、まあ多分彼に宝くじ買わせていいことあるかもしれない。